なたがゴテです。三段の方対戦チャンネル登録よろしくお願いします。さあ右玉嬉しの竜でいきます。よろしくお願いします。お相手なんだあれは。つくつく帽子か、なんだそれ、教えてくれ。あー間違えた、間違えたっぽいぞこれ、間違えたっぽい。行くわ。まあ銀上がりかな。格好換しましょう。よいしょ。どうするんだろう。ほうほうほう。これでしょ。どうなの。これでどうなの。桂馬もらえる。ラッキー。これは応じない方がいいですよね、基本的には。2分30秒。これ。あ！やばい。それはやばい。それは見えてなかった。それはやばくない？それやばいな。銀でも上がるか。いやーそれはやばいな。いやーまずいなこれ。2分。まずすぎるな。強者打ちとかでちょっとなんか紛れませんか。どうにか紛れてくれ。角切りまして、こっち取って、で桂馬な取りをちょっと 見せていく感じで、これ引いといて、うん、なんか変な将棋になりましたね。ここで寄ってどうなんだろう。この辺からどうなの。嫌なんじゃないの。違うの。合駒出させてもらいましょうか。合駒出しなさい。よし、でどっから行くかですね。まあ玉のお尻から王手をしてまた合駒出させるのも手かな。これで、うん、1分30秒。これ歩で取ると角打ちってことか。これ怖いけど金を上がりましょう。引くとなんかありますか。馬寄りでいいよね。馬寄り。あ、これそうっすね。うわー見えてなかった今の。見えてなかったな。いや見えてないな。さっきからもうこれ詰みじゃないか。詰みではないのか。こっちからかやるなら。詰んではないけど、あこれは金でいいね。あー打って、いや飛車打ちでしたね今の。飛車打ちで詰んでたな。何やってんだか。
ちょっと待ってよ。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 全然読めない。全然読めない。30秒。何もくれない。これもらおう。とりあえずこれももらっといて。詰めろではないな。いつ詰めろができるんだろう。つらいよ。つらいよ。でもお相手手がかりがないんで、まだまだ大丈夫。こっちは大丈夫。これはこれ詰めろっぽいよ。20秒。詰めろじゃない？いくよ。ほい。銀打ちで。これ詰みですね。よっしゃー、ありがとうございました。あぶねー。ヒヤヒヤしましたね。あたが先手です。2段の方対戦、チャンネル登録よろしくお願いします。対局開始。5筋クライドリー、嬉しの竜でいきます。よろしくお願いします。相手は矢倉かなんかで来るんかな。これは5筋守っといて飛車引きに竜を打ちます。玉寄っといて角引いて、あとは様子見で受けたり受けなかったり、攻めたり攻めなかったり、そんな感じです。これはどうなんだろうな。まあ取りますか。これ歩ついといて、ここに歩か。難しいよ。状況は難しいです。これ王手できるけど微妙か。2分30秒。まあ飛車でいいか。まあ角でいいか、何で取るか。何で取るかじゃない、何で受けるか微妙だったみたい。逃げましょう。であそこに歩打ってくれたんで、37は守らなくてよくなりました。なんでちょっと銀を進出していきましょう。え？うわ、それはすげえ、それはすごいけど、これ飛車死ぬんじゃない？飛車死ぬんじゃないか？飛車死ぬのでは？銀打ちとかかな？これ金で取って。切ってくる。2分。へえ。手前取ろう。そこまでして飛車を生かしたいということですね。難しいな。難しいぞこれ。どっから行くんだろうか。1分30秒。次歩打たれるってことですね。そしたらあんまりよろしくない気がするな。ってことは飛車をいじめる手を考えたいところなんですが、難しいね。これは難しいな。飛車をいじめるしかないな。これで、あ、それは交換で OK じゃないかな。1分。まあこれ取って、
ちょっと受けないといけないですね、これは。一回合駒なんか出させるか、どっか行ってもらうか。まあ桂馬を欲しいっていうやつですね。桂馬もらえたら全然 OK。 これは角出といて金あたりです。これ香車が浮いてるけど取るよ取るよ。これなんかないですかね。角切りありますか。もう切るしかないよね、こんなのね。時間ないしね。行きましょう。封じで詰めろしとく。タレフ。4三銀打ちとかちょっと辛いかも。あ、でも4三銀打ちは2三銀打ちがあるから30秒。お、すごい守り方。あー、これすごい守り方だな。ちょっと打とう。20秒。しといて、いやー、ちょっとミスったかもしれん。ちょっとミスったかもしれないな。まずいな、これ。大丈夫か。大丈夫かな、これ。なんか積みました。よかね。今のは負けてましたね。はい、ありがとうございました。